皆さん、こんにちは。さて、前回のポストの後、どうも、Steam が怪しいと思い、Steam が勝手にセーブデータを削除でググってみましたら、セーブデータを取り戻す方法の記事があり、データを取り戻すことに成功しました。記事のリンクを概要欄に貼っておきます。ああ、画像は、いろいろと AI に聞いてみたことの結果です。Steam クラウドはセーブデータなどのデータをプレイヤーの PC と同期してセーブデータが失われた時の復旧や、複数の PC でセーブデータを共有するのに使われます。もしクラウドとプレイヤーの PC のデータの内容が異なった場合は、本来どちらのデータに同期するかをプレイヤーに確認されるはずなのですが、今回、クラウド上のデータが何らかの事情で空になり、プレイヤーの同意なく、こちらの PC も空の状態に同期されてしまったのではないかと推測します。さらに留意しなければならないのは、フォールアウト4でなくても全ての Steam で購入したゲームで同じことが起こりうるということです。実際、ググったとき、サイバーバンク2077でセーブデータが消えたという記事を見かけました。ですが、幸いなことに、セーブデータは知らないうちに、プレイヤーの PC 上にもコピーされているのです。データを取り戻すことができました。ですが、私の場合、2ギガぐらいの容量がありましたので、知らないうちに C ドライブを圧迫されている可能性がありますね。もしかしたら小さい字でそのような説明がなされていたのかもしれないので、勝手に自分の PC をいじくられていたとは言い切れませんが恐ろしいことですね。今回、最近セーブデータが消えたというコメントを数人の方にいただいておりますが、フォールアウト4のクラウドのデータがごっそり消えたのではないでしょうか。ハッカーの攻撃とか原因はわかりませんが。いつまでも、フォールアウト4やってんじゃねえよというハボック心の怒りかもしれませんが。今回たまたまひらめいて原因がわかり、データまで取り戻すことができてラッキーでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録者数500人まであと少しです。